皆さんこんにちは。こんにちは。以前岐阜県では栗が有名って紹介したじゃない。確か栗きんとんの時だっけ。今回は極秘ルートで生栗を仕入れたから、秋の味覚栗ご飯を作ろうと思うのだ。極秘ルート？山の方の JA 直売所で買ってきてもらった栗なのだ。原産地は入川町って書いてあるわね。北は福井県、西は滋賀県に隣接している山間部で、徳山ダムって大きなダムがある町なのだ。この辺りはお茶が有名なんだけど、栗も取れるんだね。何かかがいたのだ。今回の栗は1袋 500g くらいで、値段は税込み550円だよ。4で下見をしたんだけど、これくらいの量で1000円くらいしたからかなりお得だね。まずはぬるま湯に30分くらいつけるんだって。何か理由があるのよね。皮を剥きやすくするためだそうだよ。でもお湯じゃなく水でやってるね。最初からガバガバね。バワ。今日のお米はトップバリューの北海道産七つ星。粘り気が少なく、さらっとした食感であっさりしているのが特徴だね。今日の特売要素。冷めても美味しいみたいだから、パックに詰めても良さそうだね。3合で炊いていくのだ。結構多めね。炊き込みご飯は多いと幸せなのだ。でもさ、栗ご飯というか生栗を使うのって今回が初めてだから、うまくいくかちょっと心配。ぶっつけ本番なの？そうだよ、リハーサルはなしなのだ。ちゃんとやってたら栗をお湯につけてるわよね。それじゃあ30分くらい吸水させるね。次は栗を水から出して、外側の硬い部分、鬼側を剥いていくのだ。お尻の部分を切り落としたら、包丁の刃で剥ぎ取るようにやれば取れるらしいよ。おかしいな、水につけたのに剥きにくいぞって思いながらやってるのだ。本当ならお湯ですもの。それでも硬い部分はまとまって取れるから、案外なんとかなるもんだね。薄皮は剥かないの？鬼皮を剥いた後、水につけて剥きやすくしてからやるんだって。全部の処理が終わるまで結構時間がかかるのだ。栗って手間がかかるのね。最後の方は慣れてきたのもあって、手際が良くなってきたよ。やっと鬼皮が剥き終わったね。水にちょっとつけて一息入れるのだ。集中してると疲れるわよね。のだ。次は薄皮をピーラーで剥いていくよ。今回つらかった作業はこれなのだ。剥きにくいから？そうだね、持つ部分が小さくてつるっと滑るんだよ。一回で剥ける部分も小さいから、とにかく手間がかかるのだ。皮が少しでも残ってると食味が悪くなるから、作業は丁寧にやらなきゃダメだし、かといって大胆に削ると食べる部分が少なくなっちゃうからね。あとはピーラーで怪我をしないようにするのがすっごくきつかったのだ。つるっと滑るって言ってたわね。世の中の栗はこんなに手間暇かけて製品になっていくんだね。そりゃ高いわけなのだ。やっと1個終わったわね。最後の方になって気づいたんだけど、栗はまな板に乗せて剥くと安定するから作業がしやすくなるよ。多分ここも水につけておいた方が楽になるんじゃないかな。調べてからやらなかったの？この辺りレシピには載ってなかったんだよね。栗の剥き方で調べるといろいろ出てくるんだけど、鬼皮付きのまま茹でたり茹でなかったり、切れ目を入れたり入れなかったりしてね。ピンとこなかったのだ。栗ご飯の作り方の動画を見て真似してるけど、手際が良すぎて参考にならなかったのだ。僕は雰囲気で栗を剥いてるのだ。料理は慣れの部分も大きいから、実際に作って覚えるのもいいんじゃないかしら。失敗するのも思い出の一つよ。僕の栗ご飯はまだ失敗してないのだ。やっと剥き終わったね。少し休憩するのだ。ここまで来たらあとは楽なもの。水を吸わせた米を3合、塩小さじ 1.5 杯、酒を大さじ 1.5 杯。今適当に入れたわよね。板昆布を 7g 入れて、3合のラインまで水を入れるのだ。水を減らしたりしないの？レシピにはそのままでいいってあったのだ。
最後に栗を投入。あとは炊飯器で炊くだけだね。残り1分を切ったよ。ずっと待ってたの？後片付けや掃除をしてたのだ。炊き上がったみたいね。炊飯器オープン。すごいよすごい、ちゃんと栗ご飯になってるのだ。本当だ、ちゃんと栗ご飯になってる。すごい、うっすら色がついてるのは昆布の色かしら。すごいすごい、栗の処理が大変だけど案外簡単にできるものなのね。すごい、水加減は変えなかったけどベタついたりしてないね。栗は1個のままだと大きいから半分に切ったんだけど、混ぜてると崩れたりしてるから柔らかくはなってそう。このふわっと香るのは栗とお酒かな。醤油が入ってないから香りがよくわかるのだ。苦労が報われる瞬間ってさ、なんとも言えない達成感があるね。これでまずかったら当分捨て寝するのだ。多分大丈夫でしょうけど、万が一のことも考えておきましょう。なんで栗ご飯を回してるのかしら。うまくできたからね。材料費は800円くらいかな。手作りすると安くてたくさんできるのがいいわよね。でも栗の処理に時間がかかるからね、ちょっと食べたいなって時はお惣菜コーナーで買うのもいいんじゃないかな。このままでもいいんだけど、彩りで黒ごまを少し散らすね。準備が整ったね。じゃあ食べてみよっか。まずは栗の硬さをチェックしてみるね。いただきます。はいどうぞ。ホクホクして上品な甘さだね。半分に切ったから硬いところもないのだ。かといって柔らかすぎず、ちゃんと形をキープしているね。ご飯はどう？七つ星ってあっさりして粘りがないのが特徴なんだけど、これはコシヒカリを炊いたような柔らかさになってるね。だけど粒と粒はベタッとくっついたりしてなくて、粒離れっていうのかな、離れやすくてすごく食べやすいよ。理由はわからないけど、お酒がふわっとさせてるのかな。お酒の効果といえば、ご飯が香り高くなってるところもグッとくるね。ただこれは好みが分かれるかもしれないね。かなりよくできたのね。塩加減も完璧だし、昆布だしが穏やかに効いていて、だしご飯って感じになってないのがいいね。じゃあ今日の栗ご飯の星評価を聞いてもいいかしら。文句なしの星5なのだ。いやこれはできすぎだね。悪いところが全くないのだ。栗の時期としてはちょっと遅いんだけど、栗ご飯はぜひ作ってみてほしいね。得意料理は何ですかって聞かれた時、栗ご飯ですって言えたらかっこいいじゃない。そうそうだよ。栗の処理が難点だけど、あとは楽ちんだからね。目指せ栗ご飯マスターなのだ。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。